すごいこと教えてあげようか。実はね、3回唱えると願いが叶う呪文を教えてもらっちゃいました。まあ、先に言っちゃうね、騙されてます。騙されてないよ、独自に編み出したやつだからね。なおさら信用できないけど、まあ、うん、一応聞こうかな。なんて唱えたらいいの？茨城万歳、茨城万歳、茨城万歳。それ納豆出てくるだけの呪文だわ。ビクシスの夜空の下でミーティング。ピクシスのテータモエです。こんばんは、ピクシスの伊藤美久です。ワンワン。はい、水曜日はこちら、まったりする日。はい、リスナーの皆さんから届いたメール紹介していきます。はい、ピクミンネーム小野ちゃんさんからです。ありがとう。ミクシアモエさん、こんばんは。こんばんは。モエシチャンネルに上がっていた2023年モエさんのカレンダーオフショット動画見させていただきました。いや、ありがとう。7分間のうち6着の衣装を着たモエさんを見ることができたんですが、わい。私個人的に5月6月の雨の日の衣装がめちゃくちゃ好きです。あら、嬉しい。これはガチです。モエサンタもめちゃくちゃ可愛くて、可愛いので渋滞で、ん、渋滞でした。え、可愛いの渋滞じゃない、可愛いの渋滞か。可愛いの渋滞でした。12月3日カレンダー発売楽しみにしてますと。ありがとう。見たい。可愛いよ。6着？あ、でもそっか。2ヶ月分だから6着か。1着足りない。あ、そうなの？載せ忘れた。その、動画に。動画に載せ忘れた。そう。1月2月分だけ載せ忘れた。あ、そうなの？そう。巫女の衣装もあったんだけど、1月2月。ああ、その、そう、お正月に。初めてのカレンダーだから、意外と。うん、なんで、すっごい王道にしようと思って、うんうん、1月2月は分かりやすく、なんかちょっと巫女、めでたい感じ、ね。めでたい感じみたいなので、5月6月はレインブーツで、みたいな。うんうん、しかもさ、めちゃでかいからさ、そのカレンダーが。ポスターのやつだよね。そうそうそう、ポスターのやつ。なんかミクのやつもあるよね、何年か。事務所にさ、こんなのがさ、壁一面に貼ってた。何年も前のミクのやつ、ずっと貼ってた時。そう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 。でかでかく全部捨てずに貼ってくれてて。そう、そのでかでかカレンダーでございます。うんうん、いや、それはね、ポスターとしてその後も使えるからいいんだよね。そうなの、ぜひゲットしてください。よろしくお願いします。珍しく YouTube もそれで更新したから見てね。うん、よいしょ。ちいかまさん。お、タイムリーな話だよ。お、ミクもし、こんばんは。こんばんは。ミクもついにアップルウォッチを手に入れましたね。はい。使い心地はどうですか？いいです。自分もアップルウォッチを買って2年ほど経ちますが、アラームが一番役に立っており、絶対に寝坊できない日はつけて寝ています。うん、お二人はアップルウォッチを手に入れてから何か変化ありましたか？どんなことに役立っているのかぜひ共有していただきたいです。これ、さっきちょうど話してたよね。いや、そう、ちょうど、そう、収録前に話してたの。私が、そう、Apple Watch の活用方法を、なんか YouTube で紹介してるのがあったから、その動画を見て勉強してたの。したらなんかいろいろあったんでしょ？そう。あの、アプリを入れることができるっていうのをそもそも知らなくて、Apple Watch の中に新しいアプリ。正直私も知らなかった。そう。で、その人の動画では、うん、1日にどれぐらい水を飲んだのか記録するアプリとか、なんだって、あ、でも、そう、あ、自分で記録していく。そう、私もここの皮膚から水分量をなんか測ってくれるのかなって一瞬思ったけど、でもそれいいよね。本当は2リットル飲むべきなんだよね。そうそうそう、人は1日にとか、うん、その普通にタイマーもあるけど、その起きる用のアプリとか、え、だってさ、あったりとか。入ってるやつで割ともう満足なのに、それプラスのなんか機能があるってこと？そう、プラスでどれだけいい睡眠が取れてるかとかを記録してくれるアプリとかがあったりとか。そう、すごいね、たくさんあったの。その、集中する時間を決めて仕事するためのタイマーとか。はいはい、全然じゃあ私も使いこなせてない。そう、私も知らなかったと思って、アプリ入れてみようって思って。入れたい。しかもなんかウィジェットとかも変えられるよね、アップルウォッチの中の。ウィジェットってみんな知ってます？知ってるよ。え、知ってる？え、サンコさん知らない？知らない？ほら、知らなかったじゃん。初めて iPhone、私知らなかったんですけど、最近知ったんですけど、なんか、なんて説明できないかい。なんて説明したらいいの？アプリとか大きく出せるのよ。ホーム画面を、デコること。ああ、じゃあやってるわ。やってるでしょ、多分。
知らずにやってた。そう、ホーム画面で来れるじゃん。あ、そう、ここもそうだし、開いた先でホーム画面もなんか天気を大きくしたりとか、乗り換え案内とかを大きく出したりとか、出したりとかができるんですけど、それをすごい元気なくなっちゃったじゃん。昨日知って知ってやり始めたんです。したらすごい便利だったの。そう、それをウィジェットっていう。そう、すごい充電とかもね、パッと見でわかるし、天気とかも何時に日が落ちるとかも、その画面出すだけで。すごいよ、すごいことだよ。なんで笑ってんの。かわいそうじゃん、ミクが今一生懸命喋ってんだから。時計も出せるし、タイマーも出せるし、大きくさ、ミュージックとかも何聴いてるかとか出せるんだよ。昨日したんだもんね。昨日したんだもんね。そうだよ。今、知りたてほやほやだからね。そうで、ホーム画面のデコリをね、一生懸命何時間もやったの。でもすごい可愛くなってたよ。そうなの。ピノの写真とかも、そのホーム画面に出せるように。常に出したりとか。裏側じゃなくてね。ちゃんと画像として。そう。ウィジェットで入れたりとかね。めちゃくちゃ便利なことに気がついちゃって。昨日ね。そう。だから、iPhone と Apple Watch への意欲がすごい高まっているという。いいことだよ。ミクが携帯に集中したんだから。そう、めちゃくちゃ開いてた。これで、あれが伸びたんじゃない？スクリーンタイム激伸びたんじゃない？これで。よかったよ。みんな知らずにやってたっていう。そう、ウィジェットって言うんだ。はい。今日は以上になります。ウィジェットって言うんだ。どんなことでもいいので送ってね。ではここで一曲おかけしましょう。ピクシスでときめきセンセーション。ピクシスの夜空の下でミーティング。エンディング。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、各コーナーでのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net、ピクシスアンダーバー RF@JOQR.net。 ピクシスの綴りは PYXIS です。高校生の時はさ、うん、普通にドコモとかのさ、スマートフォンだったからさ、うん、めっちゃウィジェット いっぱいいじってた。へえー、じゃあもうそんな昔から知ってたんだ、存在を。むしろ昔のイメージだった。あ、そうなんだ。うん、こんな便利になったなんてって思ったよ。そういう公式で配られたりする。だから例えばなんかブランドのホーム画面とか、待ち受けプラスアイコンとか、うん、なんかそういうのセットでダウンロードするサイトとかもあったのよ、その有料とかでね、うん、あ、売ってたよね、そういうセットが。デザインセットみたいなのもされてるやつが。楽しそう。そう、だから iPhone になってから割とシンプルになってたけど、ここ最近アップデートでそういうのもできるようになってから、最近したの間違いではないよ。そうだよね、うん、じゃあちょっともう博士になっちゃうかも。あ、ミクが iPhone 博士になるよ。 iPhone、Apple Watch 博士になってしまうかもしれない。もう私もいろいろミクに教えてもらおう。めちゃくちゃ頑張ります。楽しみにしてる。はい、勉強し中です。お願いします。今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスのデュエトマエとピクシスの伊藤ミクでした。また明日この屋上で会おうね。バイバーイ。